何？いや。緊張してます。同じですね。どうでしょうか。うわ、バリ緊張する。バリだってどなんとか弁かわいい。バリ緊張。これははるかちゃんがお誕生日にくれてたリップです。これは血色がつかないよって人におすすめのリップです。私は血色がつかないんです。いつもほっぺたもだから唇は濃くした方がなんかみんなと一緒ぐらいにやっとなる。ちょっと髪の毛戻します。あ、切りたいね。もうこんなに長いから切りたい。じゃあ15分間配信して、生電話なんですけど、すけど、前髪を切っていこうと思います。ハサミを用意します。これは眉毛のハサミ。袋を用意します。これはドン・キホーテの袋。私は研究生じゃなくなって昇格できたので、前髪を自分で切る権利が生まれました。なので今日は堂々と切っていこうと思います。どうしよう、どうやって切る。え、ここでいいかな。映ってますか。見えますか。え。じゃーん。もちろんちょっとだけ。どう？短くなったんじゃない？もうちょっと切ろう。はい、いいんじゃないでしょうか。なんかこっちの方が。あれ
ちの方が長くない？どうですか？まだ長いね。自分で聞いてるんです。どう？もうちょっとか。どうでしょうか。串忘れた。イエイ。ちょっとこうやってさ、指でポンポンってあげれば、ほらもうこんなに揃ってる。キラキラキラ。眉毛つながってるみたい。確かに。つながってないから。分けないほうがいいかな。分けたほうがいい。これぐらい？なんかどうでしょうか。鏡チェックします。ちょっと長いのある。いい感じやん。いい感じじゃない？さっきよりいいでしょ。スタートした時より。ちょっと顔に。イエーイ、できました。グロテスクだからやめとくね。わ、いい感じ。こんにちは。顔が四角。面白い。こんにちは、はじめまして。どなたがお電話してくれるんですか。緊張してます。お豆とかで言っててくださった方はメモしてたけど、緊張してます。ホラー配信。
ろしくお願いします。わあ楽しみ。あとどれぐらい？あと20分後。今日はなんか目に光がちゃんと入ってていい感じ。でもあれですね、きっとズーム会、ズームはなんか普通のカメラだからこんな綺麗に映ってくれない。にゃんにゃんにゃん。これ取ろう。見えないでしょ。見える？薄く見えてる。じゃあいいや。あともうランキング読んだ方がいいのかな。どうしよう。緊張してきた。すごい。私カンカンの椅子に座ってるんですけど、椅子じゃないけどカンカン。なんかすごいボコボコしてる。聞こえるかな。緊張は手のひらに人を書くんだよ。はい、飲んで。聞こえるのかこれ。握手会より全然緊張するよ。そりゃそうなのよ。緊張すると笑っちゃうタイプみたいに。逃げ出したいで、逃げ出さないで、逃げ出さないで。確かに一瞬で終わり、終わっちゃいそう。30秒って予定だ。でもさ、逃げ出さないで、逃げ出さないで。はい、僕もついてるから、僕はついてるからね、安心して。逃げ出さないで。どうしてこんなにテンションが高いのかは、ずっとお家で休んでるからです。元気が有り余ってるから。かわいいピン。すごい、これだけでおしゃれしてるみたい。もういっか。どう？めっちゃ良くない？あ、15分だったから、ショランキング読みます。また落ちた。13位イッピーさん、12位サメッチさん、11位ツギアンさん、10位チン46さん、
9位たけぽんさん、8位しんごさん、7位だいちゃんさん、6位なんでやねんさんと思ったら10位が変わっちゃったからもう一回読もう。13位リーデンさん、12位しんごさん、11位だいちゃんさん、10位すぎやんさん、9位さめっちさん、8位たけぽんさん、7位くまスタイピッツァロさん、6位クレパスゆうちゃんさん、5位バックさん、4位なんでやねんさん、なんでやねんしゅうじさん、3位せひろさん、広がった、2位味方町さん、1位は、はい、ちょっとお待ちください。待ってカメラがすごく揺れるじゃない、あのズームのやつはさ髪とか見せたらいけないのかな、例えばこれが髪だとしてここにこんにちはとか、はい、1位はホワイティさんです、ありがとうございました。それではあとちょっとでスタンバイの時間なので行ってきますね。スクショしてはダメなのかね、わかりません。じゃあねー、またねースクショしちゃダメだって、ダメだって、またねー、ありがとうございました。